サンスイズ、ネズ美術館臓小慶は、室町時代中期から後期にかけて活躍した、画奏、前奏、健康小慶とも、字は、健康、号は貧落祭、県庁寺の初期役にあって、通称は、慶初期、奏名は、元花房小慶。雪村と並び、室町後期の関東を代表する画人である、下野丸流しの生まれという、鎌倉五山第一位である、 県庁自宅中法主院の初期を務めていたため、軽初期、または、貧落祭と呼ばれた。はじめ中安正康に絵を学んだと伝わる。文明十年上京し、芸網に指示する一方、東山魚物の唐絵に学んだ。奇境に際し、芸網から画法伝授の証として、干白図符で、重要文化財を与えられている。明王二年再度上落、昭国寺に重視。 横川慶さん、慶助天ネリ木雲流、沢、正宗流等など多くの御三文芸奏と交流を重ねるとともに改めて魚物の中国絵画を学習した。基本的には修文様式に踏襲しつつも、さらに摂集風や仮の派の絵に学ぶところもあったと言われる。小慶はこうした中央の精神な画風を学び、それを自故の様式として咀嚼し、 小景様式としてのバリエーションを作ることによって、同時代のカノマサノブやオグリソウタン、ムネツグラと並び、中央で流行した新様式の成形を担う一人となった。さらにこの新画風を関東画壇に伝え、指導的役割を果たした。小景最後の自責は、大英三年まで分かっている。最初の上落時、場所は不明だが、貧落祭という書斎を与えられ、 貴重な魚物の閲覧を許されるといった工具を受けている。これは、とひは僕が背景にあり、小啓は関東側の何らかの使命、室町将軍家の文化を視察する文化特殊的な役割を帯びて上落したと考えられる。二回目の上落も、明王の政変と同年であり、何らかの関係があった可能性が指摘される。当時の画像にしては珍しく、風流な前僧。 瓶にして、タゲーといった人柄が伝わる資料が残っている。遺作は二十数点ほど伝わっており、山水画では、夏慶様の解体水墨画がほとんどを占める。弟子に、慶孫、光悦、千華など、およその変年順。ありがとうございます。